砂利が枕木を支える枕木がレールを支える東海道新幹線に付設される陶器の氷塊落下によるバラスト飛散を防止するシートバラスト軌道は鉄道の線路あるいは軌道において古くから使用されている道床である路盤の上の銅床に採石や砂利などのバラストを敷きバラストの上部に枕木を並べてその上にレールを付設する構造の道床であるバラストは 列車からレール、枕木を介してかかる荷重を広く分散して路盤に伝え、列車の左右道、温度によるレールの伸縮による枕木の移動を防ぎ、列車の走行により発生する振動エネルギーを吸収する。また、雨水の排水が容易であり、雑草の生育を防止する。バラストに使用される採石は、花崗岩、軽岩、安山岩などの固く、 人生に富んだ石を採石機により15から7 0ミ、mm、リメートル程度に破砕したものが使用されており、支持力、抵抗力が大きく、排水も良好である。これは、採石の大流刑の比率が多いと、空撃が増えて、バラストの沈下に対する抵抗が減り、採石の小流形の比率が多いと、バラストの採石の粒子化防止には好ましくないためで、ある。 バラストに使用される砂利は、山や川の天然産のものをふるい分けて、所定の流度の範囲内にしたものを使用されており、比較的入手しやすいものは丸い石が多くて支持力が劣るため、列車の本数が少ない線区や側線に使用される。バラストは、枕木の下面から、路盤表面までの銅床の厚さを、線路の規格によって150から2 5 0ト、mm、ルとしており、 軌道延長 1km につき、約1000から2000立方メートルが必要である。また、バラストは、長年の列車の走行による繰り返し荷重により、バラストの採石がまも微粒子化して路盤に沈んでいき、土砂の混入も発生して、排水不良となり、固化により、弾性が低下するため、バラストの振るい分けや、更新の作業を必要とする。また、列車の走行に伴う、 軌道ぐ類いが発生するため、生成が必要となるが、重機上、ロングレール PC 枕木の採用により、少なくなっている。その他にも、建設費が安いことから、日本だけでなく世界中で採用されている。鉄道において使用されるようになったのは、イギリスニューカッスル周辺からであった。船でニューカッスルから石炭を搬出していたが、再びニューカッスルに戻る際に捨てにとして、 砂利が積まれていた。その砂利を再利用し、軌道下に敷いて、路盤を強化したことに始まる。ミリメートル単位の正確さが要求される、保線作業のしやすさや、経済性から、スラブ軌道などの採用例が増えているが、関西国際空港連絡橋の前後区間のように、埋め立て地に不当沈下が生じた際に、スラブ軌道では、修正が困難であることから、相手バラスト軌道を、 採用したケースもある。枕木からの荷重を効率よく分散させ、路盤に伝えるので低振動、低騒音であり乗り心地が良いこと、排水性が良いこと、建設費が安いこと等の長所が多い。強度が低く変異を生じやすいため高速鉄道には、不向きで保守管理に手間がかかる。特に、軌道ぐいの生成やバラストの振るい分けや、更新の作業は人手を要するため、 列車本数が多い線区では、作業時間が取りがたくなっている。高速で走行する列車同士ががすれ違う時に風圧によって、バラストが巻き上げられたり、積雪の多い地域では冬期間に高速運転すると、車両から剥落した氷雪階が砂利を跳ね上げられるなどして、車体が破損することがある。積雪地帯では、春先の急速な雪解けの影響で、 路盤が大量の水を含んで軟弱化し、軌道全体の緩みが著しくなる。というような問題がある。1の例として、JR 東海の東海道新幹線においては、建設当時、スラブ軌道とバラスト軌道のどちらにするかで論争となったが、信頼性の観点から従来通りのバラスト軌道にした結果、保守に非常に手間がかかり、後年まで加工を残す結果となった。 しかし、その後は、保線機械や、検測車の改良が進んだことから、保守の容易さ、騒音低減の検知から見直され、2004年に部分開業した JR 九州の九州新幹線においては一部で、再び採用されている。2の例として、イタリアのフレッチャロッサでは 400km 毎時走行が可能な曲線半径や、勾配で整備されたものの、 バラスト軌道で整備されたため、時速 300km を超えるような速度で列車がすれ違うと、バラストが巻き上げられ車体が破損するという問題が発生した。これに対処するため、2020年現在、営業最高速度は時速 300km に抑えられている。JR 北海道の赤昌線においては、運行時間短縮を目的に、枕木のコンクリート化をはじめとする、 線路改良を施し、1997年に振り越し機車両を投入すると、当機間にバラストを巻き上げて、戦術のような車両の窓を割る事故がたびたび出るようになった。このため、当機間については原則運転を実施しており、10から20分程度の遅れが生じることがある。車両側では、ほとんどの窓ガラスの外側に透明なポリカーボネート板を貼り、 バラスト飛散対策としている。3の例として、JR 北海道の函館本線、室蘭本線では、2012年に、冬季の大雪と春先の急速な雪解けの影響などで、路盤やバラストが水分を大量に吸収して緩み、この影響で軌道が歪み、トンネルの出入り口付近などで、主に特急列車で、揺れが激しくなるなどの影響が出ている。同社は、 マルチプルタイタンパーなどを用いて軌道状態を改善する方針だが、この影響で鮮度補修費が前年度の2011年度の約2倍に達する結果となっている。ただし、これは路盤ごと水で緩む事象であり、冒頭の記述のように軌道本体は大変水はけが良いこと、バラスト軌道であり、陶期間を通じて大量の酸水と 雪解け水を受ける越後湯沢駅では、このような事態が生じないことに注意して検討する必要がある。同様に散水を実施する区間でありながら、散水量に制限を受ける東海道新幹線の関ヶ原一帯は、森土区間、越後湯沢駅周辺は、コンクリート製の高架橋である。鉄道ギネスブックイカロス出版、1998年41ページ。 明治の鉄道技術を関西新空港に連絡橋の沈下を敷石でカバー JR 西日本読売新聞1993年11月10日大阪長官26ページありがとうございます